友達判定。友達とか親友とかの定義って何だろうと考えることがあります。私の中ではこんな感じです。自分の大事なものを1日間貸せるなら、その人は友達。自分の大事なものを1ヶ月間貸せるなら、その人は親友。大事なものを預けられるというのは、気心が知れた心を許せる人でないとできないと思うのです。 ただし、相手側の判定は、大事なものが期日内に無事に返却されるまでわかりません。貸したものが無事に返ってこなかったら、その人は私を友達と思ってないのかもしれません。あなたは大事なものを人に貸せますかそして借りたものを大事に返せますかあなたの友達の定義は何ですか 以上小言を垂れました。お後がよろしいようで。それではごきげんよう。